真夜中の東京にトラックを走らせていたある日。次の角を右折してください。おお、なんだ。次の角を右折してください。アビなんか入れてないぞ。アクセルを踏み込んでください。奇妙なカーナビと懐かしい曲に導かれて、ここがもうどこだかわからなくなった頃、まさか東京ブラックホール、これは3回目のタイムスリップなのか。降り立ったのは1989年の東京。親父から何度も自慢されたバブルの時代だ。異常な地価高騰と株価の上昇で、街には金があふれていた。2000万円近い福袋が売られていると思いきや、これは5億円の福袋。住宅街の竹やぶからは2億円の札束が見つかった。脱税摘発を恐れた会社社長が遺棄したという。俺の1回目のタイムスリップは1945年、2回目は1964年、そして今回はバブルの1989年へ。最新の映像技術で33年前の狂乱の時代を追体験する。ブサ、駅着いたよ。グリーンだけのところで芝居してますけど、でまあ一人ですることもあるけども、過去の映像の方との掛け合いとかもあったりするんで、その辺結構シビアだけど、まあでも楽しいですよね。そのやっぱ他ではない芝居のやり方なので、どの時代にもいそうな顔っていうのが、だ僕タイムスリップリアルにしてしまっても大丈夫でしょうね、その辺は。いいね、ちょっと待って。すいません、嫌がってますけど。ああ、すみません。今日タイムスリップしてきたばかりなのに面白くないから。バブル時代の若者のむき出しの欲望、無邪気なほどの楽天性、しかし終わりは突然やってきた。空前の繁栄から奈落の底へ。明日はどうなります？こっちが聞きたい。お前よバブル崩壊信じてねえだろ。ミコ様さ、叫んなよ。いやー、やっぱもうちょっと欲がすごすぎて、その時代に行きたくないっすね、マジで。ようこそ狂乱の時代へ。諦めることに慣れすぎた2022年に向けたバブルからのメッセージだ。Tokyo Black Hole.